標色によって形成されたスイスユングフラウヨッホ6の U 字国ステシャルバーグバーンローバーランド、ベンゲン登山鉄道より標色、氷色とは岩石や土砂が氷河によって削られ、浸食されることを指す。氷色地形が保存され、またより節理が入っているため、浸食抵抗性のある岩石ほど、氷色は発達しやすい。氷色の作用は、佐久間と剥ぎ取りに二分される。佐久間は、さらに氷河底面に付着した、微細な岩粉や砂による研磨と、粗大で硬い岩石片で、流動方向に、削痕や上痕、溝などを刻む筋付けに分けられる。氷河は流動する際に岩盤を研磨したり岩塊を剥ぎ取るなどの浸食作用とともに、その表面や内部に岩くずを乗せて運搬し下流部に堆積させる作用を持つ。したがって、氷食地形は浸食地形と堆積地形に分けられ、いずれも特徴的な地形となる。また、氷河によって運ばれた堆積物を一般的にティルという。ティルが大規模になると、モレーンやドラムリンと呼ばれる。ティルの中でも大きな岩石は周囲の氷河堆積物が長い年月を経て流出、風化しても残存する場合があり、周囲の地形とことをなした迷子石になる。1909年、W.M. デイビスが唱え始め、1911年、W.H. ホブスによって説明された説。氷河の浸食によって地形が変化する過程を、一般の地形輪廻になぞらえて系統を立てたもの。ただしこの説は、山地氷河の浸食の場合にのみ適用され、大地の表面がほぼ氷から高に埋没してしまう、大陸氷河には当てはまらない。蒸気のような氷食による地形の変化は、地盤隆起や気候変化が原因で山体が再び突起すると、同じような地形変化が繰り返される。このように地形が繰り返し変化する過程を、氷食輪廻と呼ぶ。ありがとうございます。